紀元前2世紀のギリシア・アイトリア同盟は古代イギリシアの都市国家同士が複数結びついた同盟の一つである。紀元前370年に集結され、主に中央ギリシア、アイトリア地方の都市国家が主となった。この同盟の目的は、勃興激しかったアンティゴノス・アサ・マケドニアに対するギリシア諸都市の同盟であった。同盟内部では、 複雑な都市同士の関係があり、すべての加盟都市の代表は1年に2回集まることにはなっていたが、加盟都市ごとに同盟に対する依存度は異なり、必ずしもまとまった外交、軍事が得られなかった。また、この同盟の加盟都市には共通した土量行、税制を採択することが求められていた。第二次マケドニア戦争の折、アエトリア同盟都市は、 共和制ローマの側に立ち、ローマはアンティゴノス朝のフィリッポス五世を破った。しかしながら、その数年後には、ローマがより、ギリシアに関与するようになると、徐々にローマの動きを危惧するようになり、セレウコス朝、シリアをアンティオコス三世と接近。そして、紀元前189年にアンティオコス三世がローマに敗れると、アエトリア同盟は同盟の求心力を失い、 同盟単独で対ローマの姿勢を保つことが不可能となり、ローマに追従する姿勢を余儀なくされた。以降、同盟自体は存続するものの、事実上の役割は終えた。ありがとうございます。